スペリー。スペリーはアメリカの機械及び電気製品の企業であり、20世紀のうち1910年から1986年の約70年間にわたって存在した。一連の合併を経て、今ではユニシスの一部となっているが、かつてのスペリーの一部はハネウェルの一部となっている。1910年、スペリージャイロスコープとしてが、 ニューヨークブルックリンクのダウンタウンに設立した。彼が自ら発明した、船舶用、ジャイロスタビライザーとジャイロコンパスを中心とて、広報装置を製造する会社である。第一次世界大戦の際には、航空機用の爆撃照準機や、射撃管制装置なども手掛けるようになる。この頃、スペリージャイロスコープや、その関連会社は、ロングアイランドのナスオー付近に集中していたが、 その後徐々に各地に進出していく。1918年、息子のは独立してローレンス・スプリー・エアクラフト・カンパニーを設立し、オートパイロット装置などを製造した。しかし、1923年12月13日にローレンスが死去し、2社は合併することとなった1924年。1933年、社名をスペリー・コーポレーションに変更する。 新しい会社は持ち株会社となり、参加にスペリージャイロスコープだけでなく、フォードインストルメントカンパニー、インターコンチアビエーション、インクなどいくつかの会社を抱えるようになった。最新の航空管制装置などを製造している。スペリーはクライストロンを発明したを中心とする、スタンフォード大学の発明家集団を支援し、その技術や発明を自社製品に取り入れた。スペリー社は、 第二次世界大戦においても軍事によって大きく成長した。特に高い技術を要求される装置、例えばアナログコンピュータ制御の爆撃照準機、空挺レーダーシステム、自動離着陸システムなどを開発製造した。スペリーシャは B-17 や B-24 の悪名高い旋回砲塔も開発製造している。この旋回砲塔は映画メンフィスベルや に描かれている。戦後、スペリー社は電子機器とコンピュータに関心を寄せ、1953年に同社初のデジタルコンピュータスピータックを開発した。1950年代、スペリージャイロスコープの大部分はアリゾナ州フェニックスに移転し、間もなくスペリーフライトシステムへと解消。これは核戦争を想定し、重要な軍需企業を守ろうという試みだった。 ジャイロスコープ部門はロングアイランドの大工場を中心としてニューヨークに残り1980年代まで続いた。なお、ロングアイランドのレイクサクセスの工場は1946年から1952年まで一時的に国際連合本部ビルとして使われていた。1955年、スペリーはレミントンランドを買収し、スペリーランドと改名した。 レミントンランドと同時に子会社の党を獲得し、ユニワークコンピュータシリーズによって成功を収めることになった。そして、IBM ともクロスライセンス契約を結んだ。その後も軍需企業としての側面を維持している。レミントンランドを買収した頃、スペリージャイロスコープは、船舶用機器専用の工場を建設することを決定。 慎重な検討を経て1956年、バージニア州シャーロッツビルで、船舶広報層などの製造を開始した。これが、後のスペリーマリンとなった。1967年から1973年にかけて、ハネウェルとの厳しい独占禁止法違反訴訟に関わった。この訴訟はそもそもスペリーランドが、エニアック特許のライセンス料の支払い、2億5000万ドル。 あとに2000万ドルに減額をハネウェルに対して求めたものである。ハネウェルは支払いを拒絶し、スペリーランドを反トラスト法違反で逆に訴えた。さらに、スペリーランドがハネウェルを特許侵害で訴えるという訴訟合戦に突入する。この時の裁判でエニアック特許が無効であると裁定され、ハネウェルが勝訴している。1970年代のスペリー社は、 巨大複合企業となっていた。マンハッタンに本シャビルを構え、タイプライター、スペリー、レミントン、ジム機器、コンピュータ、ユニバック、農業機械、スペリーニューホランド、ジャイロコンパス、レーダー、航空管制装置などのアビオニクス、スペリービッカース、スペリーフライトシステム、電気シェーバーなどの一般向け製品、スペリーレミントンなどを製造販売していた。また、 ロングアイランドマッカーサー空港にオフィスを持ち、ニューヨーク近郊に本社のあるスペリーシステムズマネジメントが政府の軍関係の契約の大部分を担当した。1978年、スペリーランドはコンピュータに集中することを決定し、それに直接関係しない、子会社、レミントンランドシステムズ、レミントンランドマシンズ、フォードインストルメント、スペリービッカースなどを売却する。 また、社名からランドを取って元のスペリーコーポレーションに戻した。スペリー社は RCA のコンピュータ部門を買い取って IBM システム360の互換機も製造するようになった。1986年元アメリカ合衆国財務長官でバロース CEO マイケル・ブルーメンソールがスペリーに対する敵対的買収を仕掛け、 これが成功して両者が合併し、ユニシスが誕生した。敵対的買収を阻止するため、スペリーはポイズンピルを実施したが、買収は続行され、結果としてバロースは予定より多くの借金を負うこととなった。スペリーの残っていた子会社、スペリーニューホランドやスペリーマリンなども合併後に売却された。スペリージャイロスコープからの伝統を引き継いだ部門のうち、 スペリーフライトシステムはハネウェルに売却され、スペリーディフェンスシステムはマーティン・マリエッタに売却された。後者は今ではロッキード・マーティンの一部になっている。イギリスでは1913年、ロンドンでイギリス海軍向けのジャイロコンパス製造工場を開設したのが最初である。これが1915年、スプリージャイロスコープ COLTD となった。なお、 ローレンス・スペリーは1923年、イギリスでの航空機事故で亡くなっている。その後もブレントフォード、グロスタシャーストー,オームハウス、ブラックネルと拠点を拡大していった。1963年には3500人の従業員を抱えている。1967年、ブレントフォード工場を閉鎖し、ブラックネル工場を拡張。1969年頃には、 ストーンハウス工場を閉鎖した。1969年時点の従業員数は2500人で、ある。ブラックネルの工場及び開発センター、後にブリティッシュエアロスペースに売却の跡地には、フィリップ・ベンサムが製作した4.5メートルのアルミニウム製オブジェ・スプリー・ S ニューシンボリックジャイロスコープが残っている。現在、スペリーの名が残っているのは、シャーロッツビルに本社を置く。 スペリーマリンである。この会社は1997年に他の2つの船舶関連会社と合併し、現在はノースロップグラマンの傘下にある。広報装置、海洋通信装置、商船向けの自動化システムなどを世界的に製造販売しており、海軍の仕事も受け負っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。